どうもお疲れ様です。2月14日バレンタインデー朝6時半の相場解説です。日足の方から見ているんですが、思い出していただきたいのはこちらのチャンネルラインをぐーっと引いたあたりと、あとはねここで転換が始まってたんじゃないかなっていう風なこの横ばいのところ、そしてまんまと右肩上がりがちょっとね始まっているかなっていうところですね。このままだと133円も達しそうですね。私としてはねちょっと前まで128円の方にいわゆる下下げ圧力があるっていう風に思っていたんですが、やっぱりこれのね右肩下がりのトレンドもありましたんでね。ところがここのレンジに入ってからちょっと右肩上がりの勢いを強めて、このレンジってのはこの左下から始まって右上の方に抜けていきましたよね。だからこれ右肩上がりが始まってるっていう風に考えていってもいいのかなと思います。でそう思えばねダブルボトムが後付けですけど見えなくもないわけなんですよね。ダブルボトムとですねこの辺りとこの辺りのダブルボトムかなっていうところですね。下がってきて一旦上上がってもう一回下がってこっから上に向かうっていうあるやつですね。まあこれは今やっと見えたわけなんですけども、まあいずれにしてもここのレンジが転換のサインになったということなんですけども、サイン自体は見抜けませんでした。で今右肩上がりになっていることが徐々に確認できるようになったかなということで新展開でございます。4時間を見ていきましょう。4時間を見ていくとここの窓を開けた先週の月曜から見ていって、なかなか窓埋まらなかったんだけど窓埋めたと。ところが下の方に行く圧力がそんなに強くなかったんで、この材料のね前年戻しは当たらず半年戻しにとどまって、そっから半年から落ちなかったよねってことです。で、多少のレンジを右肩上がりで過ごしながら、もしくは拡大しながらこういう風に、ね、広げながら結局は上に抜けていったよねってことです。そしてここと同じ水準で一旦跳ね返って押し目を作ってるけど、今後上の方にバツンと跳ねていく図が私には見えるかなってことですよね。まあ、ですので基本的には倍の方向に進んでいく、そうやって今日も考えていこうと思います。じゃあ1時間です。1時間なんですけども、ほら一旦下に下がってるでしょ。このレンジっていう話を前回あのオリガルヒの皆様にしたと思いますけども、レンジから下に抜けたんですけども、これはね上昇トレンドっていうふうに考えることもできるわけですよ、ここは。だからもうこれこういうふうな形で先週は見ていきましたけども、今週はここを見ずにですね、もう上昇トレンドの方を追っかけていけばいいんではなかろうかっていうふうに今の時点では思ってますね。つまりここを抜けて上の方にさらに向かっていくという形でいくんじゃないかなと思います。私の方針は火水木とこれを元にやっていこうと思います。これはねあの決断です。あの様子ばっかり見ててもしょうがないんで、これは倍の方に進むだろうというふうな今までの根拠を全て用いてですね、倍の方で勝負していこうと思います。で大雑把に言いますと132円の820、ここを超えたら倍で入ってもいいと思いますけども、そこまでまだね50ピップほどありますので、じゃあ指を加えて待ってるんですかってことになります。ということで一つの指針としていいですか、本当にざっくりなんですけども、今日の時点でちょっと見ていきたいのはここにねちょっとレンジを書いて、そして今下の方に突き出ているこちらの方がですね、もうちょっとしたらどういう風なこのチャートになるのか、陰線になるのか、4000円になるのか、日がどう出るのかってことは分かりますけども、これ内側に戻っていくパターンじゃないかなと思うんですよ、このレンジの内側に。その後上に抜けて本格的に、価格を決めていくってことになると思います。今の時点ではこういうふうに思えてますんで、そうですね132円の400あたりを超えたあたりで倍の方を検討しようかなっていうのが今の私の考えです。それではまたね、午後になったら更新しますのでお楽しみに。